フレール・クロワザーはフランスのメゾ・ソプラの歌手。声楽教師としても影響力があった。アイルランド系アメリカ人を父親に、イタリア人を母親に、パリに生まれ、本来の姓はコネリーもしくはオコノリーであった。少女時代からピアノの演奏力と歌唱力に恵まれ、最初は声楽の個人指導を受けていたが、その後はさらなる訓練を求めて、ポーランド人、 テノール歌手のジャンドレシケに支持した。1905年にナンシーでイギリスの作曲家イシュドールドララの歌劇メサリーヌに出演してオペラ界にデビューした。1906年にブルッセルのモネ劇場にて初舞台を踏み、サン・サーンスのサムソンとデリラのタイトルロールを演じたのをきっかけに同劇場と長きにわたる関係を結ぶこととなり、 以後、ベルリオーズのトロイアの人々の義道役、リヒャルト・シュトラウスのエレクトラのクルテムネストラ役、ビゼーのカルメンのタイトルロール、マスネのウェルテルのシャルロット役、フォーレのペネロープのタイトルロールなどで出演した。1908年にパリオペラ座にデビューした際には、再びサムソンとデリラのデリラ役を演じた。最初にオペラ歌手として、 名声を確立したにもかかわらず、次第に歌曲を専門とするリサイタルに活動の場を広げるようになる。たびたびロンドンを訪れては非常に歓迎されており、多くの国々で演奏旅行を行った。黒技はフランス語に対して優れた感覚の持ち主で、いつでも音楽の流れを犠牲にすることなく、はっきりと自然に発音することができた。 ラベル、ルーセル、オネゲル、プーランクのように自作の演奏会で黒技の伴奏を進んで買って出た作曲家もいた。1922年からは教師としても活動し、パリのエコールノルマル音楽院を開校した。1934年からはパリ音楽院で指導に当たっている。文下にジャニーのミショーやジャック・ジャンセン、カミー・ユ・モラーヌ、ジェラール・スゼー、 古澤都子らがいる。その後1947年にパリにて高い、去年64。黒技はおよそ40曲の録音を残しており、ほとんどがフランス語の歌曲やオペラからの抜粋である。1926年にはオネゲルの死生児であるジャン・クロードを出産したが、オネゲルとは結婚しなかった。黒技の評価については、百三十二年の ウィグモアホールにおけるコンサートを報じたタイムズ紙の記事が簡潔にまとめている。曰くクロワザ夫人は近代フランス歌曲の最高の歌手である。歌曲に繊細な感受性を注ぎ込み、死に封じ込められた意味を解き明かすのである。このような見解は、やはりタイムズ史上の死者略歴によって裏付けられる。すなわち、内面的な私的情緒や控えめだが奥深い。 感動的な劇的感覚と結びついている。このような感覚は、ひるいないほど広い教養に関連しており、そのおかげで、ドビュッシーからプーランクに至る現代フランスの主要な作曲家や、バレリーやクローデルのような詩人と信仰を結び、その選ばれた理解者となることができたのである。ありがとうございます。